今日世界初のあるワインバーが京都にオープンします。手掛けたのは誰もが知ってるあの高級ブランド一家です。高級感漂う店内、暗がりに浮かぶゲストたちは思い思いに贅沢な時間を楽しんでいるご様子。いかにもセレブな雰囲気漂うこちらのお店、その名は XLV ザビエ・ルイ・ヴィトン。そうなんです、手掛けたのはフランスの高級ブランドルイ・ヴィトンファミリー。お店の場所は京都市木屋町鴨川沿い。今日午後6時からのオープンを前に、昨夜一足早くお祝いのパーティーが開かれました。そこには京都の門川市長の姿が。気になるワインのお値段は、ボトル1本3500円から3万5000円まで、料理も1000円から2000円前後となっていて、ブランドイメージから言うと意外にもお手頃価格になっています。こちらのお店、日本初どころか世界初、記念すべき第1号店として京都にのれんをかけることになりました。東京でもなく、ヴィトンの発祥地であるパリでもなく、一体なぜ京都なのでしょうか。このワインのワイナリーの持ち主のザビエル・ヴィトン氏、まあ、夫妻ですね、京都が大好きだと、1号店はぜひ京都にっていうお話がありましたので、ワイン通であるヴィトンファミリーの5代目ザビエル・ヴィトンがぜひ京都にお店をと念押ししたそうなんです。こちらのお店ではワインを楽しみながら夜の鴨川を一望できるという贅沢なひとときを過ごすことができます。ラグジュアリーな感じですか。日本でも京都が注目されてるだけあって、1号店としてはやっぱりふさわしいのかなって思います。営業時間は午前3時まで。夜遅くまで開いているお店が少ない京都では珍しいという深夜営業。今後京都のナイトライフを担う一員となれるのでしょうか。